皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は小学校6年生の算数、体積の単位、これまでに学習してきた体積の単位について復習しておきます。体積の単位、これも長さの単位をもとにして作られています。これ立方体で表してみると、一辺が1センチの立方体の体積、これを1立方センチメートルといって、これは1ミリリットルと同じ量だったんですね。で、立方体で表せない体積があって、これ1デシリットルという単位がありました。1デシリットルは100立方センチメートルですから、100ミリリットルとこうなります。そして次が、一辺が10センチメートルの立方体です。 10×10×10 で体積が出ますよね。 10×10×10 は1000ですから、1000立方センチメートルで1000ミリリットルですね。そして1デシリットルは100ミリリットルだったので、その10倍ということで10デシリットル。そしてこの10センチメートルの立方体、一辺が10センチメートルの立方体の体積を1リットルと、このリットルという単位で表すことができました。ですから1リットルは10デシリットル、1リットルは1000立方センチメートルで1000ミリリットルと、これもすぐ出てくるようにしてくださいね。質問されたらすぐ答えられるようにしてください。さて、今度は一番大きい一辺が1メートルのこの立方体の体積、これ1立方メートルです。これは1000リットルになります。なぜかというと、この縦横高さにこの10センチの、一辺が10センチの立方体を並べると10ずつ並びますよね。そうすると全部で 10×10×10 で、この立方体1リットルが1000個ここに入っていることがわかります。ですから1立方メートルは1000リットル、こうなるわけですね。ここではちょっとだけ、ね、テストで出やすいものを4つほど単位の変換練習しておきます。2リットルは何立方センチメートルか、1リットルは1000立方センチメートルだから、2リットルだったら2000立方センチメートル、リットルをミリリットルとか立方センチメートルに直すときには1000倍して計算します。括弧に6立方センチメートルは何ミリリットルかと、1立方センチメートルと1ミリリットル、これ同じ大きさだったんですね。ですから6ミリリットルということになります。3立方メートル、ね、1立方メートルは1000リットルだった、3立方メートルだったら何リットルかというのは3000リットルということになります。この1000リットルを1キロリットルとも言うので、これも覚えておくといいです。これは1キロリットル、このようにも表すことができます。括弧4番、4デシリットルは何立方センチメートルか、1デシリットルは100立方センチメートルだったので、100倍して400立方センチメートルと、こうなるわけです。今回は皆さんがこれまでに学習した体積の単位について復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。